冷蔵庫がポータブルの大きいの買ったんですけど、入れたらエラーなんですよ。どうだよ。ほうほう。この電圧が。はい。1.5 トンのトラック、ちょっとまあ大きくなって中で立てれるようになるんですけど、もともとあのキッチンカーを始めた時に、まあ、あの最初はやっぱり軽音でっていう形でやったんですけど、一つは、まあ、あのもっといろんな人にちょっと提供したいなっていうのがあって、この中ではちょっとその提供がなかなかあの思うようにいかなくなったんで、まあ、一つ大きくして皆さんにもうちょっと提供できる。冷蔵庫がポータブルの大きいの買ったんですけど、入れたらエラーなの。ちょっと用意します。もうちょっとしたらあの妻が来ます。もう慌てて、あ、おはようございます。なぜかここがこれがエラーなの。これが、ね、あれ買ったんですけど、ほうほう。この電圧が、はい、130か。で、これ500までいくのね。動く感じですか。動いたんです。動いたんですか。動いたんですか。良かったですね。なんか良かったですけど、これでも120。なぜか電流がなんか足りなかったんですかね。なんかそうですね、パワーみたいなのが。メニューはあの今日はそんなに変わらないんですけど、ただのトッピング、あのルーロー、いつもの定番のルーローハンとかは、はい、あの、チーズとか、はい、キムチとか あのトッピングで、まあ、こうちょっとメニューを増やしたのと、あと今日は餃子を、はい、するのと、まあ、あのこれからちょっといろいろ増やしていったり、まあ、今日限定でこんなのしますよ。あ、なるほど、はい、でもやっぱりこのトラックっていうことでやっぱそのストックが増えるみたいな感じも。そうですね、
中はね、これで開けます。ここは、ね、これはね、あの トレーが入ってる。ああ、はい、これあの豆乳プリンのトレーが入ってる。はい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 、うん、で、下はあのジュースの。あ、なるほど。違いみたいな感じですか。ここ形が棒みたいな。あ、はい、あれですよね。なんか普通の餃子だったらちょっと ひねってるような感じですね。そうですね。まあ、要は餃子ってあんまり変わりはないんですよ。形がなんかその棒の形してるんで、ちょっと文化的なやつなんですかね。そうですね。台湾と中華というか。うまい感じで。いえいえ、今日はでもあの ラーナさんが今日コラボでいいですよって言っていただいたんで、ご迷惑いろいろと。まあ、どういう感じなんですかね。前、まあ、前回も多分話したと思うんですけど、そのトラックで。そうですね。まあもともとはその今まではまあ小さい軽バンでやってたんですけど、まあ、トラックすることによって、まあ、メニューが増えたり、あと数量が、まあ、100とか200だったのが300、400もできますよっていうので、あと、まあ、中であと仕込みもできるんで、そこがやっぱりこう大きくいいところなんですね。まあでも今後はやっぱり軽とトラックっていったらどちらがちょっと強くなるんですかね。活動する、その時はやっぱりトラックの方になって、で通常の、まあ、出店ってなるとやっぱり軽音の方が小回りも効くしっていうので、はい、ただまあ、どうしてもそのメニューをこう増やしていこうと思うと、もうメニューはやっぱりこのトラックになっちゃう。はい、ありがとうございます。また出店情報はインスタグラムですね。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。あ、なんかカレンダーですかね。カレンダー書いてますかね。あ、そうですね、カレンダーもね、ちょっとね、風が強いのでめくれちゃった。はい、6月は7月はもう決まってるんですか。7月はまだ書いてない。あ、じゃあこれからという、はい、6月は大体魔法、はい、こんな感じ。はい、はい、ありがとうございました、はい、また引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません、いえいえいえ、頑張ってください。暑いですけど、はい、ありがとうございます、はい。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。